あの編み込みできない美容師さんに当たった最悪泣いたみたいな投稿を見かけました。はい、全国で、振袖着付け講習をしてた侍です、ヘアの方はですね、インスタグラムにも YouTube にもめちゃくちゃ上手い人がたくさんいるので、受講生さんたちほとんどそちら の侍にヘアを聞くっていうことはないので、侍的には自分は何かなって思っております。まあ帯揚げ帯締め上手いなみたいな感じで思われてたと思うんですけど、はい、侍流なので全然このインスタグラムとか YouTube で上手い、美容師さんのヘア真似したらいいと思うんですけど、ちょっとですね、侍的にこの本垢の方でちょっと言いたいなと思ったのがですね、 YouTube で毎年あるんですよね。インスタグラムか YouTube で、しかもね、鍵やからたらいいんですけど、公開で編み込みできない美容師に当たった最悪泣いたみたいな投稿を見かけました。まあちょっとその方の投稿をシェアすることはちょっと侍的にもですね、何重にも傷つけてしまうし、それはちょっと控えとこうかなと思うんですけど、今回はですね、それを批判するだけやったらね、誰でもできるんですよ。めっちゃ下手やったなとか、下手な人に当たって最悪とか、うちは大丈夫っていう美容師さんですね、うちは大丈夫っていう美容師さんはこの動画は必要ありません。どっちか言うと初心者向けの人に、まあ3月もありますし、今年、成人式ですね、延期になった地域たくさんあるので、ちょっとこれドキドキしてる、いつうちの詩を発表すんのっていう、ごめんなさい、めっちゃ頭引っ張っちゃって、そういうですね、美容師さんたちに、まあちょっとでも役に立てば、はい、ありがたいなっていうので、この本垢で動画出すことにしました。まあ全然興味ないけどとか、もう私もっと上手い人に習ってるからっていう人もね、侍に結構ね、ズバッと、すごい人に習ってるから、別にヘアはいいですってね、言ってくる受講生さんみたいなんですよ。めっちゃこう、私、ハートお強いなって思いながら、全然私に習わなくても、みたいな感じとか、例えばですね、これもね、あるあるなんですけど、着付け師さんで、日本髪できたら、うまいんでしょみたいな。で、それもね、ちょっと、それはそれなんですけどね、日本髪うまい人が、全部ゆるふわも全部できると思ったら、それもちょっと違うんですよ。もちろん、努力されて、日本髪がうまい。もうアップ全般うまい。でもね、日本髪とゆるふわヘアは、もちろん日本髪の人もできるでしょうし、それってね、本人の努力やと思うんですよ。本人が、日本髪もしてる、ゆるふわもできる、それがもうね、アップなら何でも来いっていう人だったら、それは、その人はすごい人なんですけど、一般の人が勘違いしやすいのは、日本髪できるイコール、今風のもできるんでしょっていう方、それの中にですね、侍も、ぶっちゃけて、これは、YouTube、侍の YouTube 動画なんで、ぶっちゃけてお伝えします。侍ね、ゆるふわ苦手だったんですよ。で、苦手な人の美容師さんの言い訳、侍ですよ。他の人のこと言ってないですよ。言い訳としては、ゆるふわ苦手やから嫌いってなっちゃうんですよ。ね、自分ができないことは苦手やからね、苦手イコール嫌いって表現したんですよ。で、あんなもう早くね、流行り終わったらいいのにぐらいに思っちゃうんですよ。もう、なんやったら、公言しちゃう方もいらっしゃるぐらい。はい。公言しちゃうんですね。もう、これ、なみなみって耳のとこばっかーとなるから、それを防止するのに、ペケポンで、こういう風に分けます。ね、公言しちゃって、うちではもうね、ゆるふわはしないって公言して、アップこそ、ね、昔ながらの日本髪こそ、ね、ヘアアップだって言うてる人もいれば、時代の流れに沿って、うち、ゆるふわやりますよ、みたいな感じの美容さんももちろんいると思います。まあ、それってね、経営者とか店側の考え方なので、どっちでもいいんじゃないですかね。ただですね、今回侍が言いたいのは、ゆるふわ苦手で、でも仕事受けちゃった。そういう方に、ゆるふわ苦手やったらね、こうしたらいいよ、みたいな、編み込みが、まあまあ、人よりしてた、侍がおすすめする、ゆるふわ苦手な人のやり方、編み込みを使えばですね、かなり、ゆるふわヘアやりやすくなると思うんですね。ゆるふわヘアってくるりんぱってね、大流行しました。侍ね、くるりんぱあんまり好きじゃなくてですね、すいません、ダッカールな方がね、ちょっとこれで止めとします。はい、後ろですね、耳周り。これもね、前回さーっとね、こんなしょうもない動画出したってしゃあないかなと思って、一回ね、出さなかったんですよ。でももちろんブラッシングと癖取り、今ストレートアイロンで癖取り全部しました。そしてですね、ちょっとだけ毛先、こう、ちょっとだけカールしてたら、まあゴムがくるっと隠れやすいので、毛先は軽くカールしといても大丈夫です。丸いね、アイロン。アイビルのアイロンあるんですけど、ちょっとめんどくさくてこれ使っております。はい。はい、こういう感じで、もうこれは練習なので適当にやりました。はい。今日のメインはですね、編み込みをして、はい、ゆるふわヘアーっていうことなんですね。一応この
もう結構使い込んでるんですけど、これ1個なくなってどこ行ったんでしょうかね。はい。一緒に使ってたんですけど、撮影で持ち歩いたりするので、また購入しないといけないです。MDMA の何でもいいです。スタイリング剤使って、少しですね、こういう風に。で、これのスタイリングが硬い場合ですね、少し、はい。少し、水気足しても大丈夫です。そしたらですね、意外と皆さんご存知ないと思うんですけど、意外と、このワックスが硬い時に、水で溶けるんですよね。それで、こういう風に。はい、しっかり馴染ませると、こうベタついて、まとまりやすくなります。はい、こういう風に馴染ませておいたら、割と遅れ毛が出にくくはなると思うんですね。しっかりこう、表面的に馴染ませて、はい、そしてですね、もうきっちりイヤーとイヤーでなくって、ざっくり、もうざっくりこう持っちゃいます。こういう風に。大体でいいです、V でね。はい、で、ここの部分を、こう馴染ませて、で、よくあるのはですね、もう三つ編みやっちゃいます。三つ編みの編み込みをしていくんですけど、この時にですね、ギューッとしないで、この一瞬ふわっていう感じですね。で、ここでですね、こう持ってったら、ここの分かれ目が結構出ちゃうんですよね。だから、ちょっともうちょっとこれを上げたいけど、ちょっと行っちゃいましょうか。だから、この辺からもう一筋だけ取っちゃいます。はい、こっちも入れて、でこの時に緩めないで、この真ん中、1、2、3だったら、2と3だけ、こっちで持ち替えて、そしてここも足しますね。はい。そうすることで、ここの穴あき防止になるんですよね。そして、1をこっちに返します。で、3をこっちに返したら、まあ、普通の、逆編み込みっていうのが、こういう風にできますよね。1、2、3で、これだけを守っていただきたいんですね。ここからです。ここから、普通に、このまま、皆さんができる逆編み込みの上、はい。上。はい。こういう風に。上に持ってきたら逆編み込み。で、下っていうのが編み込み。はい。これ、裏編みとかも言ったりしますね。逆編み、裏編み。ね。なんか、ね、逆裏編みみたいな、ちょっと変な表現ですけど。で、こっからなんですよ。これで、今のお嬢さんって隙がめちゃくちゃ入ってるので、この辺がビビビビーと出ちゃうんですよね。で、そこは、まあ、スプレーとか、今、遅れ毛ワックスみたいなのも出てるので、そこで調節してもらっていいんですけど、このままですね、もう、ゴムでくくってしまわないで、ぐぶっとこの外側。はい、ぐぶっと外側。これね、もう慣れしかないんですよね。で、この持ち出しがですね、年々でかくなってる気がします。これね、侍でめっちゃ古くからやってたんですよ。この引き出し。こう引き出し。ね、三つ編みだけでも、この2箇所引き出せるんですよ。こっちとこっち。こっちとこっち。で、内側も。だから3つ、3箇所引き出せるんですね。で、その時に、ここ。一筋目。結構ぐっとやらないと、ぐっと引っ張ってこないと、画像ではね、あんまり引き出したように見えないんですよ。そこが今回のポイントになります。でね、一番ね、なんか美容師さんがこれを慣れてる人しか、こういうの苦手っていうのはですね、こう、引っ張りすぎた時に元に戻せないし、この加減が難しいっていうことだと思うんですよね。で、サムライもそうなんですよ。こんな切羽詰まってる時に、こう、引き出しちゃって、変なとこ引き出して、ガバッとなっちゃって、また一回やり直すっていう時間のロス。だからね、慣れが必要になってくるので、こういうですね、カットウィッグで練習されるといいと思います。しかもね、カットウィッグと言っても、まあ、これもね、何も、宣伝も何もないんですけど、サムライのおすすめはですね、MBA さんの、カットウィッグがね、ちょうどいい長さなんですよ。で、美容師みんなカットできると思うので、この辺カットしても大丈夫なんですけど、もちろん、ね、人間じゃないから、一回カットしちゃったらもう生えてこないので、ご注意ください。で、ここ、ギリギリしてますけど、ここをですね、このちっちゃいラバーゴム。これはですね、侍ね、業務用のを使っております。なんか100均とかでもいいんですけど、業務用じゃないと、もうこれ慌てて気持ちがですね、いいと急いでるから、結構ですね、パキーンとこう、弾くんですね。その手間を考えたら、絶対業務用の方がしっかりしてるんですね。多分ナンバー14とかだったと思うんですけど、また今度ね、最近仕入れてないので、仕入れに行ったら、また、考えたいと思います。これでね、結構大きめのゆるふわ編みができたと思うんですよね。はい。で、ここ、残しました。ここの部分。ここの部分は皆さんご存知の通り、ロープ編みしていったらいいと思います。分け目、お客様に分け目を聞いてですね、で、かっきり分け目って今の人多分しないと思うので、はい、この辺でまたざっくり分けて、そしてね、よくあるあるなんですけど、この遅れ毛が超長い人がいるんですよね。それも着物にこうかかって中途半端だったりするので、切りたくないっておっしゃられたら、ちょっとね、ピンでね、ここでこう長さ調節するのもありでございます。よくね、手で見えないって言われるから、はい、気をつけます。
はい、ここもですね、綺麗に投げつけて、そして、はい、ここでロープ編み。その時にですね、ガーッと持ってきたら、おでこがギュッとひっつめちゃうので、はい、ここもですね、ゆるーく。で、このままこの角度でいっちゃうと、ここに隙間ができちゃうので、必ずお客様の、この、こういうふうに自分が、まあ美容さんみんなできると思うんですけど、自分が回ってですね、はい、こういうふうにロープ編みしていきます。でもね、ロープ編みってね、外したらブルルってなっちゃうじゃないですか。だから、しっかりゴムを先に留めます。ゴムを留めて、ピンをするまでがロープ編みなんですよ。ね、遠足の時もお家帰るまでが遠足ですよって校長先生言ってましたよね。ロープ編みはゴムをしてこのままでもね緩むんですよ。だからピンを留めるまでがロープ編みね。皆さん復唱してくださいね。ピンを留めるまでうるさい。はい、ではロープ編みの引き出し方、これねもう本当に初心者用です。本当に初心者用で、もしですね着付け師さんで自分の娘着付けはできるけどアップはね、ちょっとできないね、でも自分の娘仕上げたいっていう人とか、実はね、その TikTok とかで、なんかね、編み込みちゃんとしてもらえなかったっていうお嬢さん見て、侍この動画出そうかなと思いました。で、本当だったらですね、申し訳ない、どこ行ったっけ、だったら、あ、申し訳ない、本当だったらピンを止めるまでがロープ編みなんですけど、ちょっとね、蓋をするのを忘れたので、この子ちょっとここで預かっといてもらいますね、保育所。はい。この人もここで預かっておいてもらいますね。見えやすいように。で、ここ意外と知らない編み下ろし覚えた美容師さんも結構いると思うんですよ。ここってね、ほんまに難しく考えんでいい。ほんまに難しく考えんでいい。ここが超短い人、ここまでしかない人とかはですね、こっちからもうやっちゃいます。こっちから三つ編みやっちゃいます。はい、三つ取りました。そして、この辺で、こうやって三つ編み、みんなが三つ編みはできると思うんですけど、はい、できる程度されています。はい。で、ここですね、ここもですね、結構ね、緩めるポイントであるんですね。はい、片方だけ緩めたら結構ね可愛くなりますよ。いや、もっと上手な人から見るわっていう人はもう全然そっちを参考にしてください。あまりにもねちょっと、失敗して怒ってるお嬢様を見てですね、まあ初心者でもできるね、でもそういうこう失敗しちゃった美容師の人も依頼受けちゃったけど、多分ねどうだったんだろう、気持ちわからないですね。ここ今つなぎました。わかりましたかね。はい、こういう風につなぎながら依頼受けちゃってできないっていうことを例えば見せしてるとか、ね、結構着付け師さんでもいるんですけど、あんまりできないけどやりたい気持ちが、先走っちゃって受けちゃうんですよね、予約を。で、1、2ヶ月やればいけるわみたいな感じ。まあ言ったらなんかセンター試験を全然こう本当だったら皆さん1年間ぐらい勉強するのに急に11月から勉強して受けて、国公立目指すっていうぐらいちょっとねアップにしても着付けにしても難しいんですよね。それを皆さん11月とかから練習始めるので、それでこういう風にミスしちゃうっていうことがあるんですね。はい、でもお客さんにとったらですね、まさかそんな、ね、アップの仕事をされるって思ってないからね、特にすごいいい店構えだったら安心しちゃいますよね。それとかチラシがめっちゃ入ってたとかですね、そういうところもやっぱりね、実績見るのはですね、インターネットがめっちゃ便利なので、はい、インターネットとかで検索してそこの美容室さんがどういう風なアップとかされてるかっていうのをチェック、特にお客様の仕事をされてるっていうのがチェックポイントになるかなって思います。今ちょっと長かったのでこのようにこう来てこう来たってことで、これねちょっと難しいかなと思うんですけど、この時にゴムと、なんか最近侍ちょっとジャパネット高田さんみたいな、ゴムと言って、はい、ゴムとこの髪の毛の地肌ですね、ここをキュッと止めるんですね。こういう感じ。わかります？そして、最後の預かってもらったのを下ろします。そしたらですね、隠れ編み込みが、かわいい。隠れ編み込みが出来上がるっていう次第です。で、ここもですね、はい、そんなに難しくね、考えずに、もう、くるっと回して、こうで大丈夫なんですよ。ね、めっちゃ簡単と思いません？で、ちょっとここね、引き締めときます。こう、今ひねってるんですけど、キュッとひねって、このあたりをピンで、大きいピンもなんですけど、このスモールピンがね、結構ね、お役立ちなんですよ。で、昔のね、大先生なんかは、ピンをたくさん使わないことが上手な美容師だ、みたいなね、そういう風に習った方もいると思うんですけど、侍ね、上手な美容師の定義って、やっぱりね、持ちだと思うんですね。ピンが、侍は割とピン使いの名人っていうか、めっちゃ保険かけてピン使うんですよね。でもピン4さん使ってても、最後まで、7時間ぐらい、そのアップヘアが持つ方が大切なので、これ中に入れ、仕込みます。
ここの中に仕込んどきます。はい、そっちの方がね、その美容師の美徳も大事なんですけど、お客様泣かせないために仕上げるっていうのが大切やと思うんですね。めっちゃ簡単だけど、ちょっとほら今風のゆるふわヘアになるんですね。でね、ゆるふわヘアを嫌がる、美容師さんの気持ちもさもないもわかるんですよ。こういう風にジリジリと なって見えてくるし、で見せ方も難しい。でね、インスタでこうねバチャって撮ったのをこんなんやってくださいってね言われるけど、それをね解読して似たようなことをしてあげたいっていうね美容さんもたくさんおるし、もちろんねそれ再現すごい再現できる人もいるしなんですけど、なんか髪の色で髪の長さ髪質によってもお客様って本当にね千差万別なので、はい、この大きいのがいい方やもっと細かく編んで欲しい方とかいるんですけど、このゆるふわの定義っていうのがですね、もう本当にね早く終わったらいいなと思ってたら、さらにね緩めるのが流行ってきてるんですよね。なんか本当になんか時代ってね、いつまで、だって前はギャルブームで筋盛りが流行ってて、筋盛り一生懸命勉強してね、盛れば盛るほどなんかうまいみたいな感じでそういう風な状態だったのが今はこういうゆるふわヘアが流行ってきたっていうことなんですね。これちょっと大げさすぎますけど、これをですねもっと細かくやろうと思えば、こういう風にもっとロープ編みをちっちゃくすればなりますし、このこっからほぐしていけば大丈夫なんですね。はい、そういう感じで苦手意識のある方、本当に YouTube にもたくさん上手な方いらっしゃると思うし、受けるんだったらちょっと練習してあげた方がお客様やっぱりね、やっぱ怒ってられるので、もうね知らない人だったし、いいわじゃなくって、やっぱ今の間に練習重ねた方がいいんじゃないかなっていう動画でした。はい、その TikTok についてはですね、サムライはお伝えしないですけど、もしねそのアプリ撮ってる人だったら成人式って出したらサムライのも出てきますし、その方のも出てきます。はい、ちょっとね見ようかなって思ってる人、見ようかなって思ってる人で、ぜひですね一言言いたいのが、ただ興味本位だけで人のね変になったのをわーって見に行くだけ、ひどいって言うだけじゃなくてですね、自分がならないように気をつけようとか、こういう風なお客様悲しませる人が少なくなるようにっていうところをぜひ見てもらいたいと思うんですね。ちょっとねゆっくりやったからちょっとあまり上手にできませんでしたけど、スピードアップの動画も載せておきますね。だいたいですね、サムライはもうお客様が到着したらゆるふわだったら15分ね、早かったら10分ぐらいで仕上げたりとか、はい、メイクしながら30分っていうのを基本にしております。まあ喋らんとねやるのが一番手が早いんですけど、はい、でこれもですねやっぱり着付けと一緒で、早くやればやるほど、はい、早くやればやるほどですね、こうちょっと途中から四つ編みなんですよ四つ編みも対応できますよ。途中からなんか四つになっちゃったよいしょ。はい、ちょっとねこの受けたひどかった美容室のことはちょっと侍いつもこうそれもなかなか罪深いんじゃないかなって思ったりします。できないのにできるって言ってねえ、どうだろう。でもそのお客様もですね実績どうだったんだろう。で このこれからの時代って、めちゃくちゃ口コミって大事になってくる気がしますね。はい、口コミですにどれだけ投稿されてるか、お客様実績上げてるか、そこってすごい大事になってくるかなってサムライ思います。ね、で好きな、美容師さん多分いると思うんですよ。皆さんもこの人めちゃくちゃうまいっていう人絶対いると思うけど、はい、その人に近づけるぐらいまで頑張って、はい、やるのがやっぱり成人式依頼受けたらやってあげてほしいなと思います。はい、ここはここで1個で、侍ちょっとねすぐ複雑にしがちやから、よいしょ、この辺で、よいしょ。ピンの留め方もですね、割とこう地肌に沿ってクッと入れないと、ここの大きいとこだけかましても入らないっていうことがあるんですよね。よいしょ。ほら、複雑な感じで、こういう風なほぐし。はい、よくやってるでしょ？よいしょ。こんな三つ編みで終わらせておきます。三つ編みは、はい、最初の1個だけ編み込みですけど、今度はこっちの下側だけグッとほぐしたら結構ね目立つ編み込みになります。はい、ちょっとこっちもほぐしておこうか。よいしょ。
もうちょっとこう明確に、なんかこうやりますっていうのを考えてやった方が絶対いいと思うんですけど、ちょっとサムライ行き当たりばったり。